こんにちは。三重県鳥羽市のギャラリーアートバです。2020年11月12日まで開催中の絵画展さざ波の日記を紹介します。アーティストの上村ひかるさんは鳥羽市出身、東志島の学校で美術を教えながら日本画の作家として活動しています。まずは初日に開かれたワークショップの模様をご覧ください。展示作品は動画の後半で紹介します。するときに置いて帰るっていう風習があるらしくて、白い石だらけになってるそうです。で、さらにので乾いてる粉の時の色を覚えておいて色を塗ってもらえるといいかなと思います。で、もう一種類の方が岩絵の具で、こういう鉱石、これはラピスラズリなんですけど、これを砕いたものが群青色になる。で、これ群青ではないんですけど、もう砂状になって粒子がある絵の具になります。この岩絵の具も水平絵の具もどちらとも接着性がないので、紙とか今日の石にくっつけるためにニカワを混ぜます。ニカワは、牛とかウサギとか鹿とか、その動物の皮と骨を煮込んで煮詰めて、ゼラチン質だけ取り出したものがニカワです。で、これを水に溶かしてニカワ液を作って、それとこの粉を混ぜ合わせて絵の具を作ります。ここからは上村さんが描いた展示作品をご覧ください。答志島の海にまつわる体験や記憶をもとに描かれています。それではどうぞ。アートバイは JR 近鉄鳥羽駅から徒歩10分、鳥羽市役所正面入り口からすぐです。ウィンドウ越しに外の作品のみのご鑑賞となります。展示のスケジュールなど、詳しくはアートバ公式サイトをチェックしてください。